主君飛行十字章。主君飛行十字章は、アメリカ合衆国の勲章。1926年7月2日、第69議会で制定され、1918年11月、以降に、航空活動において、英雄的行為、もしくは格別の功績があったものに対して与えられる。五軍の将兵のほか、友好国の軍人にも授与される。 先行賞の一つで、レジオン・オブ・メリットの会、ソルジャーズメダル、ネイビー・マリーイン・コーメダル、エアマンズメダル、コースト・ガードメダルの上位に位置する。最初の受賞者は、1926年12月から1927年5月まで、行われた南米への親善飛行、パン・アメリカン・フライトに参加した、パン・アメリカン・フライヤーズの10名のパイロットであった。 10人中2人は1927年2月26日に、ブエノスワイレスに着陸する際の空中衝突によって、殉職していため、死後追贈となった。この時メダルはまだ制定されていなかったため、彼らは証明書だけを受け取った。メダルが制定されたのは1927年6月11日ワシントン d c における、大西洋単独無着陸飛行に成功した。 チャールズ・リンドバーグの帰国レセプションの席上においてである。メダルは、リンドバーグの功績を称えるため、カルビン・クーリッジ大統領によって、急遽準備されたものだった。ありがとうございます。